シャナハイアットは、アメリカ合衆国のモデル、司会者、ポーカープレイヤー。雑誌のグラビアページを飾ることもある。モトリク軍士官のコ・ハイアットは、主に、ニュージャージー州のタバナクル・タウンシップで育った。ハイスクール時代はチアリーダーのみならず、ラクロスとフィールドホッケーに熱中、バーリントン・カウンティ・カレッジに進学すると、放送ジャーナリズムを専攻した。18歳から、 モデルのアルバイトを始める。トラベルチャンネルの番組、ワールドポーカーツアーのシーズン1から3まで司会を務めたことで最も知られている。ワールドポーカーツアーの仕事に就く以前は、素人同然であったが、番組内でのトッププレイヤーへのインタビューやプレイを、目の当たりにすることによって、ゲームを学んでいった。現在は熱心なオンラインポーカープレイヤーである。NBC の番組、 ポーカーアフターダークとナショナルヘッズアップポーカーチャンピオンシップの司会者であったが2008年に妊娠により両番組を交板したポーカーアフターダークはマリアネ・ラペレーラがナショナルヘッズアップポーカーチャンピオンシップはリーアントゥイーデンがそれぞれを引き継いでいる2005年のワールドポーカーツアー交板後彼女は NBC のライバル番組 ポーカーアフターダークへの出演に対する妨害行為の差し止め命令を得るべく番組制作者たちを告訴した。ワールドポーカーツアーサイドは競合する番組に出演しないという条項は彼女との契約に盛り込まれていると申し立てたがハイアットは署名していないと反論した。この訴訟は2005年に結婚した彼女の夫、映画プロデューサーのトッドガーナーを巻き込んだ。 敵対的な労働環境も、ハイアットが番組と決別した要因であったことを浮き彫りにした。ハイアットは、ガーナーと結婚する以前は、ワールドポーカーツアーの共同司会者、ビンセント・バンパタンの兄弟である、ジェームズ・バンパタンと結婚していた。1994年、トゥシェナイトクラブで開催された、ミス・ハワイアントロピック地方大会に勝利し、 1995年度、ミス・ハワイ・アントロピック・ USA のニュージャージー州、ビーチ・ヘイブン代表となった。ミス・ハワイ・アントロピック・ USA になった後、プレイボーイ氏1995年4月の、ハワイ・アントロピックの女の子たち特集号で表紙と、グラビアページでヌードを披露した。またビデオ版、プレイボーイ、ザ・ガールズ・オブ・ハワイ・アントロピック、 ネイキッド・イン・パラダイスのパッケージも飾っている。2005年、マクシムの選ぶ魅力的な女性ホット100で76位にランクされた E ネットワークのワイルド・オンでゲスト司会者を務めた。その他にもテレビ番組や理想の恋人 .com、グランマズ・ボーイなどの映画に出演している。ありがとうございます。